このパビリオンそれぞれが立ちますし、またパビリオンが立ちますとここを通ってそれぞれのパビリオンに入っていくという動線にもなります。土木の技術や建築の技術というものをこう間近でそのプロセスを見てもらうっていうことがとても重要だと思いまして、百聞は一見にしかず、僕が初めてこのまだ本当に一部でしたけど、この本当のリング、この技術、素晴らしさって見た時に本当に圧倒されましたんで、